お疲れ様です。失礼いたします。ですね、今回はですねブーツですね、またレッドウィングのブーツなんですけども、こちらはですね、白のエンジニアブーツ、ビームスさんかなだったと思うんですけども、ちょっとね僕もいろいろちょっともう何回も申しますが、ちょっとあまり記憶がございませんので、別に記憶障害ではございませんので、そこは足からず8275、レッドウィングですね。そうですね、こちら結構まあ汚れてるんですけども、ですね1年ぐらい使いましたね。でまだそのまだそこまで使っておりませんので、そうですね、かかともまあ十分残っておりますし、そうですね、全然ほとんどダメージなほとんどないんですけども、まあ1年使ったかな、ちょっとねやはりで、ね、訂正しまして、おそらく数日間だけだと思っております。そうですね、かかとも全然使ってませんね、申し訳ございません。使ってないです。ちょっと使ったのかなっていうぐらいですかね。そうですね、こちらはですね、そうですね、出た当初はですね、白ということで、まあ白といえばまあ汚れるじゃないですか。なのでまあ別に神経質な方はやっぱ白を残しておきたい部分もございますが、やっぱり使っていくとまあもう白は絶対汚れますので、それでまあ使ってたんですけども、やっぱりそうですね、本来ならば履いてたらデニムのインディゴの色がつくんですよ。でこれついてないっていうことはですね、ブーツインしたわけでもないんですけども、そうですね、もうほとんど使ってないですねこれ、そうですね。で出た、話を戻すんですけども、出た当初はですね、これ出た瞬間もう即買いでしたね。本当にね、まさか白が出るとは思っていませんでしたので、まあ、前々回かな、クロスエイドのものも出たのも出るとは思ってなかったんですよね。で、まあ、そういったその感覚に陥りますと言いましょうか、やはりそのやっぱり、黒のエンジニアとかベージュとかも使っておりましたので、お白が出たなということで、これ買わせていただいたものなんですけども、ですね、今まあ現在全然全くまあ過去を振り返っても全く使っておりませんでしたので、そうですね、またこれも使っていけたらいいなと思っております。まあここら辺た、まあ、多少ねチェンジでまあ引っ掛けるんでね、まあ、仕方がないんですけども、まあ、こういうとこ汚れすぐ汚れちゃいますね。まあ、今回はですね、レッドウィングの白の方、多分ビームスさんかな、別注だったと思うんですけども、レッドウィングの 白のレザーの、エンジニアブーツを紹介いたしました。ちょっと短い動画になってしまったんですけども、ちょっとね、僕もあんまり使っておりませんでしたので、なんともね、使っていきたい気持ちもあるんですけども、まだそうですね、洋服とともに、もし、使える機会がございましたら、またね、使ってあげていきたいアイテムの一つだと思っております。それからですね、いろんなね、エンジニアでもいろんな色持ってたら、やっぱり、使い回しもできますので、その点はですね、白を持ってても、まあ、正解だと思ってはおります。
そうですね、今回は短い動画になったんですけども、レッドウィングの白のエンジニアブーツをご紹介いたしました。そうですね、またですね、ブーツもいろいろ持っておりますので、まだそういった動画も載せていきたいと思っておりますので、何卒応援の方をよろしくお願い申し上げます。今日も一日ご苦労様でした。本当にありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。